カルデラ。カルデラとは火山の活動によってできた大きな凹地のことである。釜、鍋という意味のスペイン語に由来し、カルデラが初めて研究されたカナリア諸島での現地名による。本来は単に地形的な凹みを指す言葉で明瞭な定義はなく、比較的大きな火山火口や火山地域の盆地上の地形一般を指す場合がある。過去にカルデラが形成されたものの、現在は浸食や埋没によって地表に明瞭凹地として地形を留めていない場合もカルデラと呼ぶ。大規模な噴火で火山灰、火砕流、軽石、溶岩などのいわゆる火山噴出物が大量に噴出したり、マグマが地下を移動して空洞化した地下のマグマだまりに落ち込む形で地表が陥没した。続いて崖崩れによりさらに拡大したもの。カルデラの多くがこのタイプである。21世紀初頭においてカルデラ盆地やカルデラ湖は1回数回の噴火で現在の陥没地形が形成されたと考えられている。すなわち1回の噴火の噴出物量が非常に多い巨大噴火であったと推定される。歴史上、1815年のインドネシアのタンボラ火山の噴火で噴出物が 150km にまで達したが、この大きさは日本の赤城山の全部の体積に相当する。日本では火山爆発指数で米6を超える爆発的な噴火による陥没カルデラの形成は、約7300年前の機械カルデラの噴火が最後であり、それ以後はカルデラを形成するような噴火は発生していない。しかし、同一カルデラからの大規模噴火は、その間に数万年数十万年の期間があるために、将来も発生しないという保証はない。古い解説書などには、カルデラは成層火山の山頂が噴火で陥没してできるなどと書かれている場合があるが、その後の研究によりカルデラのできる場所は、成層火山の山頂とは限らず、もともと何もなかった場所で巨大噴火が起こって、カルデラができる場合もあることが分かってきた。箱根カルデラは、富士山のような巨大な成層火山の山頂にできたと考えられていたが、20世紀末以降の研究では、巨大な成層火山の存在は否定されつつある。十和田湖、洞爺湖、屈斜路湖などでは、カルデラの周囲は古い地層からなっており、成層火山はなかったと考えられている。また、阿蘇山の外輪山は、ほとんどが阿蘇カルデラそのものの噴出物からなり、やはり巨大成層火山はなかったと考えられる。陥没カルデラのでき方、内部構造は大きく2種類あると考えられている。一つはあまり内部が破砕せずに、ピストン状に落ち込むピストンシリンダー型で、もう一つは、破砕が進み上後型の凹地を形成する濁り川型である。さらにそれぞれがいくつかに分類されている。このうちバイアス型カルデラと濁り川型カルデラはボーリングなどによって内部構造を比較的よくわかっているが、その他の個々のカルデラについてはまだよくわかっていないことが多い。玄武岩質火山によく見られるキラウェア型カルデラは形成過程が何回か観察されている。多くのカルデラでは内部を密度の小さな破砕された岩石や火砕物が埋めているため、周りより重力が小さいことが多い低重力異常型。一方、キラウェア型カルデラでは大小厚い玄武岩質溶岩流が埋め、火砕物が少ないため周りより重力が大きい高重力異常型。濁り川型カルデラとも呼ばれる。流紋岩質のマグマによる爆発的噴火によって形成される。ピストンシリンダー型より小さく、環状割り目ではなく1個から数個の火口から噴火し、周辺の岩石は破砕されてマグマ溜まり跡の空洞に落ち込み上後型の凹地を形成する。これはすぐに土砂で埋まって平坦な盆地となる。内部に落ち込んだ岩石にあまり大きいものはなく、カルデラと火口の中間的なものとも考えられる。日本では、北海道の濁り川カルデラや山形県の肘折カルデラ、神奈川県の箱根カルデラを代表とする。陥没カルデラよりも小規模な噴火や水蒸気爆発、あるいは地震が引き金となって、火口付近の山頂部が崩壊し、大型、または夕方の大地ができたもの。日本では、磐梯山や鳥海山、北海道駒ヶ岳の山体崩壊によるカルデラが代表例である。1980年に崩壊の様子がアメリカのセントヘレンズ山噴火で連続写真に撮影され、詳細が明らかになった。元は普通の火山帯であったが、浸食により火口が大きく広がったもの。伊豆半島の湯河原カルデラは、古い火山が浸食されてできた浸食カルデラの代表例である。浸食カルデラは火山活動と直接の関係はなく、気候や火山帯を構成する岩石の脆さなど、様々な条件が揃わないと形成されないため、数は少ない。カルデラは地形的な凹地であるから、当然、盆地であるが、他の聖域の盆地と区別する場合などは、特にカルデラ盆地と呼ぶ場合もある。また、底面をカルデラ床と呼ぶ。カルデラ湖は、カルデラの全部ないし大半が湖で占められるものをカルデラ湖。カルデラ内の局所的な平坦部分に水をたたえた湖を火口原湖という。陸上のほとんどのカルデラは一度は湖になっており、現在カルデラ湖でないものは流出する河川ができて排水されたものである。外輪山はカルデラの縁にあたる尾根の部分でカルデラ縁、カルデラリムとも呼ぶ。また、外輪山内側の斜面をカルデラ壁と呼ぶ。成層火山の山頂付近が陥没、または崩壊してできたカルデラの場合、外輪山は元の成層火山の噴出物からなる、例、ハルナカルデラ。もともと火山のなかった場所に陥没カルデラができた場合、外輪山は古い地層からなる、例、クッシャロカルデラか、またはカルデラができた時の噴出物からなる、例、阿蘇カルデラ。内輪山は、三原山や青ヶ島のように、大きなカルデラ内にさらに小規模のカルデラが出た場合、その円をしばしばこの言葉で表し、多くは、中央火口丘と重なる。中央火口丘、セントラルコーンは、カルデラ内に新たに形成された、小規模な火山。阿蘇中岳や、鳥羽カルデラのサモシール島などが、代表例。ただし、カルデラができた後の火山活動は、カルデラ内部で起きるとは限らず、カルデラの縁やすぐ外側に火山ができる場合も多い。例えば、ウッサンは、洞爺カルデラの外側にできた火山である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。